我々が抱えている見る、測る、分析する、世の中を知る、業界動向を知る、顧客を知ると、こういったものを組み合わせることによって社会課題を解決できる我々日立ハイテクの社会的価値だと。ヘルスケアビジネスを牽引する日立ハイテクの血液検査分析装置を世界中のお客様に提供することで、安全安心な環境を提供できるというところにございます。半導体デバイスはスマートフォンや家電をはじめ社会インフラを根底で支えるなくてはならない製品です。メーカー様とものビジネスを通じて、そうしたデバイスの安定供給の一端を担うという意味で大変意義が大きいと感じております。最先端のコア技術、多種多様な製品力、グローバルネットワークを駆使したフロント力、これらを兼ね備えているところが日立ハイテクの強みだと思います。私電子顕微鏡の営業活動をしてまして、先端の研究とかだけと思われがちなんですけど、例えばアイスクリームとかチョコレートとかの食感を滑らかにするために空気の気泡のサイズとか脂肪の粒子とかっていうのを見てまして、お客様が本当に何か困ったことを解決していこうとする先端のところに社会的価値を見出すことができるんじゃないかなと活動しております。多様な人材がいて、個性的かつ魅力的な人がとても多い、強い技術、良い製品、良い人材で、まだまだ成長できると魅力を感じているところがございます。産官学連携で国内外問わず競争パートナーとともに課題解決に取り組んでいるチーム力の大切さというところを常に感じております。ジェンダーやカルチャーの違いなど個々の多様性を受け入れて尊重し合える、そういった環境が整っているところがいいところだと思います。困ってる人、頑張ってる人フォローしてくれるような雰囲気が会社の中にはありまして、助けられてるなと。日立ハイテクが強みとしている本当の品質っていうのは、装置が安定的に動く、壊れない、安心してサポートを受けられるっていう企業体質が整っていること、これが本当の日立ハイテクの強みじゃないかなと思っております。の装置で全ての人が生きていく上で関わるような装置になっています。設計だけでなく製造、QA、いろんな部署で機能面、安全面についてこだわりを持って作り込んでいるところが強みです。困った時に誰々さんに聞いてみたらっていうふうに言ってもらえるので安心して仕事ができます。異なる分野でグローバルトップの製品を作っている世界一位のものづくりの技能五輪国際大会で銀メダル受賞しました。日立ハイテクは2030年までに工場とオフィスから CO2 ゼロを目指してまして、2021年にエネルギー生産可能なマリンサイトを新設しました。社会に寄与していく価値があるんじゃないかなと思います。研究開発フェーズから顧客運用フェーズまで広く見ることができるといったところが好きなところです。半導体産業にとってなくてはならない存在だと思っています。そういった製品に対して責任を持って提供することによって社会的価値を果たしているのだというふうに考えています。で、自分でやりたいことをどんどん責任感を持ってやらせてもらえるところ、見えないものを見る技術とかそういったところに特化して強みを持っている会社なので、社会からなかなか普段見えないところですけど、そういうところが貴重な企業としていられる一つかなと思ってます。電子顕微鏡が大好きなので、電子顕微鏡ビジネスで世の中の皆さんにお役に立っているかなっていうところが気に入ってます。多数のプロフェッショナルが日立ハイテクには存在していますし、私自身も海外業務研修を踏まえて経験を高めることができました。そういった部分が日立ハイテクの強みとして現れているんだと思います。
技術的にやっぱり困難なところですとか、そういうところがやっぱり、まあ、日々研鑽して皆の力が集まってできた集大成のような会社ですので、そういうところが企業としての強みであるというふうに感じています。ハイテクプロセスをシンプルにって掲げている通り、最先端のお客様に製造から販売サービスまでを日立ハイテク品質でお客様に届けることができるところが強みだと思ってます。私たちの暮らしや産業に欠かせない半導体を高品質安定的に生産させるためには我々のエッチング装置が必要であり、暮らしや産業の根幹を支えている役割を担っていると思っています。私たちの部門では最先端の半導体製造装置を提供することで社会問題の解決に不可欠な半導体の進化に貢献していると考えています。自部門の技術だけにとらわれず、他部門の技術も取り入れることで新しいソリューションをお客様に提供することが可能になります。いろいろな国の力、あといろいろな国の担当者を協力しながら進んでいるので、それが強みになると思います。笠戸地区のエッチング装置による加工技術と中地区の電子顕微鏡による計測技術、これらを生かしてお客様の困りごとをサポートできるというところが他社にはない日立ハイテクの強みだと思います。26カ国の国と地域、国内の18拠点を有するグローバル企業という人脈やノウハウを活用し、お客様のニーズに応える高付加価値なソリューションを提供している点が我々の強みだと思います。日立ハイテクは新しい技術でチャレンジするのおかげで、新しい方法とかを発見する可能性がある社会に対して価値があると思います。日立のエンジニアとして最先端の技術に携わることができる、半導体の需要が急速に高まっている世の中で世界のトップを走る半導体メーカーさんと密になって世の中を少しずつ便利にできる、日常生活で使用しているスマートフォンやパソコンなどに私たちのエッチング装置が使われているかもしれないと思うと、とてもワクワクしますね。